阪神タイガース対横浜 DeNA。 打順はトップに帰って桑原、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。木塚、まずは先頭バッターを打ち取っています。2球目打ちました。レフト弾く、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。2番バッター糸原、今日はまだ当たりがありません。ワンアウトランナーありません。さあまず1球目、一二塁間、山川掴んで一塁そのまま入って、打席には6番バッター鈴木。まあここで攻撃の手を緩めずに最後まで攻め続けてほしいですね。さあ終盤でこの点差ですが、まだまだ攻撃の手を緩めません。これが2球目、このストレートは外れています。今のはよく見ましたね。はい、変化球わずかに外れてボール、レフトに持っていった。このフライはどうだ、落ちるか、ワンバウンドヒットになった。セカンドランナーホームイン、ベイスターズ DeNA ベイスターズ1に打ちました。大量リード。